前沢友も氏所有するバスキア作品が約110億円で落札されたと発表。購入時は約62億円株式会社、ZOZO の創業者で実業家の前沢友も氏が19日、自身の SNS を更新。自身の所有するバスキアの後がフィリップスのオークションで約110億円で落札されたことを報告した。この無題の作品は、 バスキアの残した作品の中でも最大級で、前沢氏が16年に当時のレートで約62億円で購入したもの。前沢氏はインスタグラムのストーリーズにオークションサイトに掲載され、落札された作品の写真などを添え、オークションに出品していたバスキアが先ほど落札されましたと報告、約110億円で落札されました。次のオーナーにも大切にされ、 多くの人に共有されることを願っていますとコメントを添えた。ツイッターでも約8,630万ドル、約110億円で落札されましたと報告した。前沢氏は17年5月にもバスキアの縦183.2センチ、横173センチの無題の作品を当時米国人芸術家の作品の落札額としては過去最高の123億円で落札したことが話題となった。 20年の大晦日に放送された日本テレビ系、ガキの使い、大晦日年 5CSP 絶対に笑ってはいけない大貧民 GT、ラスベガスに出演した際には、番組内で落札した、ハマタの絵を本当に買い取ったことが、同番組の公式ツイッターが明らかにされるなど、世界有数のアートコレクターとして有名。